北緯36度38分8.4秒、統計138度11分12.3秒、北緯36.635667度統計138.186750度、36.635667 13、138.186750。建物正面長野県県民文化会館は、長野県長野市若里にある多目的ホール。愛称は、北斗文化ホール。 若里公園に隣接する1983年に開館。開館前年の1982年にはオーストリア共和国でウィーン楽友会館と姉妹提携を行っている。姉妹提携事業として毎年9月にはウィーンから音楽家を招きセミナーと演奏会を行っている。また姉妹提携先であるウィーン楽友協会からの進言に基づき、 アマチュア演奏家を中心とした長野フィルハーモニー管弦楽団を組織、付属オーケストラとして育成を行っている。長野県が2005年に指定管理者制度導入施設としてその管理を一般公募した。結果、運営は長野県文化振興事業団が行っている。2006年から管理受託期間は3年である。命名権の売却により、 2009年4月1日から愛称を北斗文化ホールとすることが決定した。当初は2012年3月31日までの3年間とされていたが2012年4月1日からの5年契約を更新し、さらに2017年4月1日から5年契約を再び更新したため、2022年3月31日まではこの愛称が使用される予定となっている。 2012年、公募により、トロンボーン奏者の金沢シュゲルが、館長に就任した。2018年1月、大ホール及び中ホールの大規模改修工事を開始。2018年8月1日、リニューアルオープン。耐震化のほか、座席幅を約4センチメートル拡大し、高列視界確保のために千鳥配列に改修。これにより、座席数は、 大ホール1971席、中ホール984席となる。ありがとうございます。